Blenderとは、オープンソースの統合型 3DCG ソフトウェアの一つであり、3D モデリング、モーショングラフィックス、アニメーション、シミュレーション、レンダリング、デジタル合成などの機能を備えている。また、バージョン 2.8 以降は 2D アニメーションテンプレートを持っており、2D アニメーション制作ソフトとして使うことも容易になっている。一般的な 3DCG ソフトウェアと比較すると、軽量でライセンス料が無料なことから、アマチュア層にも普及が進んでいる。操作面では、バージョン 2.7X 系までは、オブジェクトは右クリックで選択が基本という、他の大半のソフトウェアと異なる点が特徴の一つであったが、バージョン 2.8X 以降は、左クリックで選択、右クリックでサブメニューという一般的なソフトウェアの操作に倣っている。FreeCAD などマウスの操作体系をBlenderと同じ仕様に変更できるカナダドルソフトもある。Blenderは Windows、MacOS、Linux など複数の OS 環境上で動作する。ダウンロード可能なバイナリには、ポータブル版、インストーラー版、各ストア版が用意されている。Blenderの動作には少なくとも10年未満の新しいハードウェアが必要となる。グラフィックカードについてはプロ向けの 3DCG ソフトウェアで推奨される NVIDIA Quadro よりゲーム向けである NVIDIA GeForce の方が、世代は最新よりも1世代前の方がレンダリングが早いという結果もある。Blender の UI は3ボタンマウス及びペンタブレットに最適化されている。2ボタンマウスやトラックパッドでは内蔵の3ボタンエミュレーション機能を使う必要がある。またBlenderは 3D マウスにも対応している。3DCG 業界やアニメ業界では Maya、3DS Max が標準となっているが、近年では機能が強化されたことで利用する動きもある。グリースペンシルの例。キャラクターはグリースペンシルオブジェクトと板ポリゴン、自転車は3D モデルで作成されている。Blenderは 2D、3D ベクターペイント及びアニメーションのためのグリースペンシル機能を有している。この機能は直接 3D 空間内に手書きことができ、それに対し 3D 空間での移動、変形やライティング等を含めた撮影が可能となっている。この機能は3D モデリングのための下書き、ストーリーボード、手書きアニメーションなどに利用できる。またストロークはリギングできるため、カットアウトアニメーションを作ることも可能となっている。2D アニメーションに向けて 2D アニメーションテンプレートが付属している。またボックス変形、キャンバス回転、ブラシパックのインポートなどに対応するグリースペンシルツールズアドオンも搭載されている。画像入力、画像トレスライン抽出Blenderは PNG 形式などのラスタ画像の入力に対応しており、グリースペンシルはそのラスタ画像をベクター化する画像トレス機能を有している。ただし可能なのはアウトライン化のみであり、線画トレスで使われるセンターラインのベクトル化には未対応となっている。また 2.93 以降のグリースペンシルはベクター画像の SVG 形式の入力や3D からのライン抽出にも対応している。作画、彩色ベクタ自体の生成はドローモードで、生成後の編集はエディットモード、スカルプトモードで行われる。2D レイヤー機能を持っており、絵画機レイヤーで絵画機した後、線画レイヤーで線画作業することも可能となっている。グリースペンシルマテリアルはストロークとフィルにテクスチャを指定することができ、それによってアナログ画材風にすることができる。また、ストロークとフィルの色は単一色だけでなく、頂点カラーで指定することもできる。頂点カラーで指定する場合は、シーン内に大量のマテリアルを作成する必要性が低くなる。動画、撮影グリースペンシルは前後の参照フレームを表示するためのオニオンスキニング機能を有している。また、フレーム保管機能も有しており、セルアニメにおける中割りを自動で行うことが可能となっている。グリースペンシルオブジェクトはメッシュやライトなどのように単独のオブジェクトであるため 3D 空間に配置され移動や撮影が可能である。また視覚エフェクト機能も有しており、等加工などの撮影処理がリアルタイムに可能となっている。ベクター出力ブレンダー 2.93 以降のグリースペンシルは、ベクター画像の SVG 形式及び PDF 形式での出力に対応している。出力した画像、または動画は、アクロバットリーダー、インクスケープ、クリタ、アドビイラストレーター、フォトショップ、トゥーンブームハーモニーなど様々なソフトウェアで取り扱うことが可能となっている。ツールごとに独自の操作ウィジェットを持つポリゴンモデリング機能、カーブモデリング機能、非破壊で様々な効果を加えるモディファイア機能、高度なスカルプトモデリング機能などを備えている。またモデリング用として様々な有償、無償アドオンが存在する。スカルプトツールスカルプトモードが搭載されており、形状をスカルプトして有機的な形状を作成できる。タブレット入力に対応しており、筆圧に応じたスカルプトが可能となる。スカルプトモデリング用のテンプレートも搭載されている。直感的に布の物理演算を行うことができるスカルプトクロス機能もある。2.91 でプラスチックのような可塑性に対応した。プロシージャルモデリングモディファイア機能が搭載されており、オブジェクトに対する様々な非破壊的変形が可能となっている。特にその中の一つ、ジオメトリノーズ、モディファイアは、ノードベースのプロシージャルモデリングを行うことが可能である。2.93 以降は、プロシージャルモデリングに特化したジオメトリノーズワークスペースが搭載されており、スプレッドシートによるジオメトリノーズのデバッグが可能となっている。また外部アドオンには、ノードベースでプロシージャルモデリング、アニメーションが可能なスバーチョックアドオン、シルカーアドオン、アニメーションノーズアドオンもある。ヘアーツールブレンダーのヘアーツールパーティクルを利用した毛髪の編集に対応している。リアルタイムにヘアシェーダーを当てることも可能となっている。リムを使用したモンスター。4K の放線マップを5枚使用している。UV 編集では自動展開、ライブ展開、UV スカルプトなどに対応している。UV マップ形式はリムに対応しており、TEX には未対応となっている。UV の機能を強化するアドオンのマジック UV が搭載されている。リアルタイムレンダラーの Eevee や、インタラクティブレンダリング可能なパストレースレンダラーのサイクルズが搭載されており高速なルックデブが可能となっている。シェーダーでは各種物理ベースシェーダーのほか、ノードベースでのシェーダー作成やオープンシェーディングランゲージによるテキストベースのシェーダー作成も可能となっている。3D ペインティング基本的な 3D ペイント機能が搭載されている。ブレンダーには独自のファイルブラウザ及び各種インポーター、エクスポーターが搭載されている。ブレンダー 3.0 では、アセットシステム及びアセットブラウザも搭載される予定。アセットブラウザでは、アセットのドラッグ&ドロップが可能。ネイティブ形式の入出力ブレンダーのネイティブ形式は、独自のブレンド形式となっている。ブレンド形式ではバージョンによって細かな仕様が、異なっているものの、変換などによりなるべくバージョン間の互換性が確保されるようになっている。ブレンド形式には UI の状態、各種データブロック、埋め込みファイルの情報を含んでいる。また 3.0 以降は任意のデータブロックをアセット化して説明やタグ付けすることが可能となる予定。なお、ブレンド形式では単独シーンだけでなく複数のシーンを含むことができる。ブレンダーでは外部、ブレンドファイルに含まれている任意のデータブロックを個別に追加、またはリンクすることが可能となっている。ライブラリーオーバーライドにも対応しており、リンクしたデータブロックの任意のパラメータの上書きが可能となっている。非ネイティブ形式の入出力ファイルのインポート及びエクスポートでは、オートデスクの FBX 形式、クロノスグループのキャラダ形式及び、GLTF 形式などの代表的な 3D シーン、及びモデル形式、ジオメトリキャッシュのアレンビック形式の読み込み及び書き出しが可能となっている。また、ユニバーサルシーンディスクリプション形式でのエクスポートにも対応している。カナダドルファイルのインポートでは DXF 形式を入出力するための AutoCAD DXF アドオンが価格ファイル形式のインポートでは PDB 形式及び XYZ 形式を読み込むためのアトミックブレンダーアドオンが搭載されている。外部アドオンには建物情報モデルで使われる IFC 形式などを入出力するためのブレンダービムアドオン、C 情報システムで使われるJOTIF形式などを読み込むためのブレンダーギスアドオン、写真測量で使われる形式を読み込むためのブレンダー、フォートグラマトリアドオンやブレンダーアドオンフォートグラマトリ、イムポーターアドオンもある。対応するテクスチャ画像形式及び動画形式テクスチャ画像ではオパニッヒズ形式、DDS 形式、Photoshop PSD 形式をはじめとする様々な画像形式の読み込みに対応している。また動画や音声ではフメペグのライブラリーを使用しているため様々なフォーマットやコーデックの動画や音声の読み込みが可能となっている。スキャッタリングブレンダーではヘアパーティクル機能を使うことで、オブジェクトのスキャッタリングが可能となっている。また 2.92 以降は、ジオメトリローズが搭載され、それによって、ノードベースのオブジェクトのスキャッタリングも可能となった。2D ドローツールのように階層化が可能。実装当初は、レイヤーという機能で、後に、コレクションという機能に統合されている。単純なアニメーション、Python 式を使った連動アニメーション。スケルタルアニメーションなどに対応している。スケルタルアニメーションでは、フォワードキネマティクス、インバースキネマティクスの両方に対応している。背景ソルバーには、ブレンダー独自のものといったスクベースのものが搭載されている。ジョイントコンストレーントを含む様々な拘束が可能。流体シミュレーションには、ブレッドベースの合体シミュレーション、独自の布、軟体、ヘアシミュレーション、マンタフロベースの流体シミュレーションなどが搭載されている。レンダリングエンジンの項で小述ノードベースのコンポジット機能を搭載しており、様々な画像処理が可能となっている。オパンクルによる GPU 処理に対応している。ディープコンポジティングには対応していないが、クリプトマットには対応している。また、2D、3D モーショントラッキング。ロトスコープなどの VFX に必要となる機能、及び VFX テンプレートも搭載されている。VR オクルストラムステーション 2.83 以降には、VR 表示に対応する VR シーンインスペクションアドオンが搭載されている。この機能には、オパンシャー対応のヘッドマウントディスプレイデバイスが必要となる。なお入力デバイスにはまだ対応しておらず開発中となっている。スクリプトエディター画面ブレンダーは Python スクリプトを使用してエディタやオペレーターを拡張することができる。標準ワークスペースには Python スクリプトを編集するためのスクリプティングワークスペースが用意されている。スクリプティングワークスペースには構文強調に対応したテキストエディタ、Python コンソール、操作ログなどが用意されている。PyCharm や Eclipse、PyDev などの外部エディタを使ってPython スクリプトを編集することも可能となっている。この場合、コード保管には、FakeVP モデュールなどの外部モジュールを使う必要がある。またリモートデバッグには、リモート、デバッカー、Py などが必要となる。なお、ブレンダーは7割前後のコードが C 言語で書かれており2割前後のコードが C で書かれているものの、C 言語や C でアドオンを作成するため機構や、SDK は用意されていない。Python から C、C で書かれたダイナミックライブラリーを呼び出し、as、ポインター、メンバ関数で主要構造体のポインターを取得し、ダイナミックライブラリー側へと渡すことは可能なものの、構造体の定義などは自前で行う必要がある。動画編集用のビデオシークエンスエディター機能及び、ビデオ、エディティングテンプレートが搭載されている。プロキシ編集に対応している。動画編集を強化するアドオンのブレンダーパワーシーケンサーも付属している。2019年に機能自体の削除が検討されたが、協議の末今後も拡張することとなった。3D 印刷に向けて編集モードのメッシュアナリシスオーバーレイや 3D ププリントツールボックスアドオンなどのメッシュ解析、クリーンアップ機能が搭載されている。ただし直接 3D 印刷を行うことはできない。2.7X まではゲームエンジン機能を内蔵しており、ロジックノードや Python スクリプトを利用することでインタラクティブなコンテンツを制作することが可能であった。2.8 ではゲームエンジン機能が一旦削除されたものの、今後インタラクティブモードが再度追加される予定となっている。なお、2.8X で旧来のゲームエンジンが使用できる派生版のアプブジアも存在する。サイクルズをビューポートで利用ワークベンチはビューポート向けの作業用レンダラーであり、Eevee は高度なリアルタイムレンダラーとなっている。サイクルズは GPU、RTX 対応のパストレーシングレンダラーであり、オフラインレンダリング向けとなっている。これらレンダラーはビューポート上のプレビュー表示でも使うことができる。サイクルズと Eevee の間にはレンダリング手法が異なることもあり、マテリアルなどの非互換性が多少存在する。なお、過去のレンダラーには、スキャンライン、レートレーシングハイブリッドレンダラーのブレンダーインターナルが存在した。ブレンダーインターナルはバージョン 2.8 で削除された。ブレンダー 2.61 以降に付属しているオープンソースのパストレーシングレンダリングエンジン。ブレンダー本体から半独立しており、ブレンダー以外のソフトウェアにも使われるようになっている。レンダリングアルゴリズムは単方向パストレーシングと分岐パストレーシングに対応している。モーションブラー、ヘアー、ボリュームなどに対応している。オープンシェーディングランゲージにも対応している。マルチ GPU 及び CPU、GPU ハイブリッドレンダリングをサポートしている。GPU レンダリングでも CPU メモリの使用が可能であり、速度の低下はあるものの GPU のベレム容量を超える大きなシーンのレンダリングが可能となっている。レンダーファームを作成することも可能だが、ネットワークレンダリングや分散レンダリングには標準で未対応となっている。また実験的機能として適用細分割が存在するリアルタイム PBR レンダラー。バージョン 2.8 から付属。ビューポート用のレンダリングエンジンブレンダーのサイクルズレンダラー用のベンチマークツールとして、ブレンダーベンチマークが用意されており、これによりシーンのレンダリングにかかる時間を計測することができる。計測データのアップロードにも対応しており、アップロードされたデータは、ブレンダー公式のオープンデータサイトで閲覧可能となっている。2.0 時点で、ベンチマークに使われるシーンは、以下の6つとなっている。ブレンダーには、独立したPython 環境が搭載されており、Python 言語を使用して独自のスクリプトや拡張アドオンを作成することが可能となっている。ブレンダーの Python 環境には標準で数学モジュールの NumPy、マシュートルズ、BL マスや低レイヤーグラフィックスモジュールの GPU、エクストラス、アプリケーションモジュールの VP などが搭載されている。それ以外の拡張モジュールを使うためには PIP などを使って外部パッケージを Blender の Python 環境にインストールする必要がある。Blender の Python API ではアプリケーション情報に VP、アップ経由でアクセスする。インポート VP、プリント Blender のバージョンを表示。開いているファイルの全データには VP、データ経由でアクセスし、操作中のデータには VP、コンテキスト経由でアクセスする。データの変更は、VP、結ばすで受け取ることが可能。インポート VP、プリントキューブオブジェクトの位置を表示。プリント選択中のオブジェクトのオイラー角を表示。オペレータの実行は、VP、Ops 経由で行う。インポート VP、VP、Ops、トランスフォーム、リサイズ選択中のオブジェクトを2倍に拡大。オペレータは自前で追加することも可能である。インポート VP、Def メイン、For of in Context、Scene、Objects、Print、クラスシンプリアパーイーター、ツールチップ、BL、IDNAME イコールオブジェクト、シンプルオペレーター、BL、ラベルイコールシンプルオブジェクトオペレーター、クラスマサッド、Def ポール、リターンコンテキスト、アクティブ、オブジェクトイズノットノン。def エクセクット、メイン、リターン、フィニッシュと、def レジスター、ブッピー、ユトルズ、レジスタークラス、def アンレジスター、ブッピー、ユトルズ、アンレジスタークラス、if name、=メイン、レジスター、テストコール、ブッピー、オプス、オブジェクト、シンプルオペレーター。2004年 2.33 から物理ライブラリーのライセンス問題によりオープンソース化してから長く取り外されていたゲームエンジンが再統合された。バージョン 2.5 系列では UI の一新、Mayaフルイドや FumeFX のような本格的な流体システムに加え、ほぼ全機能の近代化改修、ブラッシュアップが行われ、2011年4月に初の安定版がリリースされた。バージョン 2.6 系列では 2.61 においてレンダラであるサイクルズやダイナミックペイント、海洋シミュレーション、カメラトラッキング等他のハイエンドツールにも匹敵する機能を追加し、また 2.63 では新しいメッシュ編集構造であるブメッシュの統合もされた。日本語環境は 2.49R までは貧弱だったが 2.49 ビットにて2チャンネルのブレンダースレッドの有志が制作、配布した詳細な日本語翻訳テーブルが公式採用されたことで強化された。その後、バージョン 2.5 系列で国際化がなくなり、日本語環境での使用はできなくなっていたが、GSAC2011 にて国際化され、並行して日本の有志により再び日本語対応が行われ、バージョン 2.60 にて公式に日本語環境が復活した。翻訳作業は公式が配布する i18N アドオンで行うトンローゼンドル2018、ブレンダーの前身であるトレーシスはオランダの CEG スタジオ、ネオジオ社の共同創設者の一人であるトン・ローゼンダールによってミカウス向けのレートレーシングレンダラーとして開発され、後に SGI-LIX へと移植された。その後、トレーシスのソースコードは書き直されて、ブレンダーとなった。1998年、トン・ローセンダールは、インハウスツールとして使用されてきたブレンダーの開発、外販を行うために、Not A Number Technologies 社を設立した。Windows 版も用意され、ラジオシティ機能などを実装した、有料版と無料版の2種を展開した。2001年、南社は、Web3D に向けて、ブレンダーウェブプラグインのベータ版をリリースしたが、セキュリティの問題から頓挫した。2002年、インターネットバブルの崩壊とともに、南社は倒産し、ブレンダーのソースコードは、債権者の手に渡ってしまう。しかし、開発途上にあったブレンダーを手放すことができなかった、トン・ローセンダールは、ブレンダーファンデーションを設立するため、ソースコード開放を合言葉に、大々的な募金キャンペーンを行い、半年で10万ユーロを世界中から集結させ、ソースコードを再びその手に取り戻した。そして現在までブレンダーは GPL の下にオープンソースウェアとして開発、無償配布されている。ソースコードのコメントがオランダ語で書かれていた上に、プログラム自体が定石から外れた組み方をしていたため、開発を引き継いだ有志は他 OS への移植などで苦戦したという。2002年5月、ブレンダーファンデーションがアムステルダムに設立された。2006年3月、ブレンダーファンデーションは最初の映画であるエレファンツドリームを公開した。エレファンツドリームの成功を受け、以降のコンテンツ作成プロジェクトを制作するブレンダーインスティチュートが開設された。2008年、UI 一新などを目的とするブレンダー 2.5 の開発が開始された。バージョン 2.4 系は2009年のブレンダー 2.49 をもって開発終了し、2011年に 2.5 系の初の安定版となるバージョン 2.57 がリリースされた。バージョン 2.5 系は2018年の 2.79 ビットをもって開発終了し、2019年7月にリアルタイムレンダラ、Eevee やフィジカルベースドレンダリングなどに対応した 2.8 系の初の安定版となるバージョン 2.80 がリリースされた。高機能化に伴って企業ユーザーが増加し、特定の版における機能の凍結と長期サポートを求める企業ユーザーからの要望により、2.8 系は2020年5月リリースの 2.83 において LTS 版として機能が凍結され、今後の開発はバグの修正のみとなった。新機能の実装はバージョン 2.9 系としてなされることになり、2020年9月にバージョン 2.90 がリリースされた。2018年6月、YouTube によってBlenderの使用方法を解説する動画がブロックされ、広告付きでの公開を要求された。これをブレンダーファンデーションが拒否したところ、次々と他のブレンダーチャンネルの動画がブロックされる事態となった。ローセンダールは講義動画を YouTube にアップロードし、それまでの動画をブレンダークラウドに移行することとした。2.9K ではライブラリーオーバーロードの安定化、ジオメトリ濃度、リアルタイムなエッジレンダリングなどの機能を搭載した。バージョン 2.9K は2021年リリースのバージョン 2.93 をもって凍結し、2021年には21年ぶりのメジャーバージョンアップとなるバージョン 3.0K のリリースが予定されており、アセット管理システムなどの搭載、ベルコンへの対応、レンダラーの高速化などが開発中となっている。ブレンダー財団の主な収入源は寄付であり、一般ユーザーでも$6から寄付できる。2019年7月、アンリアルエンジンの開発元のエピックゲームズが、エピックメガグラントにおいて$120万を支援することを発表した。2020年8月、ユニティ開発元のユニティテクノロジーズは、パトロンメンバーとして支援を表明した。2020年11月、スパーク AR を擁する Facebook は、パトロンメンバーとして基金への参加を表明した。2020年12月、Amazon Web サービスのザ・クリエイティブチーム、ジェネラルマネージャーであるカイル・ローチは、AWS がパトロンメンバーとして、今後最低3年間支援していくことを表明した。発表では、特にキャラクターアニメーションを強化する前提での支援である、旨が強調されている。企業メンバーは、ブレンダーチームの戦略会議に出席したり、ロードマップ、優先度の決定に参画することができる。ブレンダークラウドは、ブレンダーインスティチュートが運営する、有料ウェブサービスである。ブレンダークラウドアドオンも公開されており、ブレンダー内から機能の一部を利用できる。月額の利用料は$9.9。2020年12月から2021年の10月まで、継続して、ブレンダークラウドに加入すると、ブレンダースタジオの新作オープンプロジェクトである、スプライトフライトのエンドロールに、名前がクレジットされるキャンペーンが行われている以下のサービスが利用できるBefore Latis 2は、UI の改良に焦点を当てたブレンダーの派生版である。多数のアイコンの追加などが行われている。アトラクトは、ウェブベースのプロダクション、タスク管理ツールである。もともと、Tears of Steel のために作られ、その後も改良が続いている。ブレンダークラウドに統合されており、ブレンダークラウドアドオンから使用することができる。アトラクトを使って作られたムービーには、以下がある。フラメンコは、ウェブベースのレンダーファーム管理ツールである。複数拠点レンダリングに対応している。ブレンダークラウドに統合されており、ブレンダークラウドアドオンから使用することができる。ありがとうございます。